さあ、えー、お待たせしました。すいません。えー、聞こえてますでしょうか。どうも、飛び一連休の藤井ページです。今夜のゲストは、真空ジェシカのガク君くん<っ>です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェシカのガクです。よろしくお願いします。ごめんね、急にお願いしたのに受けてくれてありがとう。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ごめん、ちょっとこんなタイミングで言うのは遅いかもしれんけど、はい、1> m 1決勝進出おめでとう。 ありがとうございますいや素晴らしかった面白かっためっちゃ面白かったよどうですかありがとうございますうん,うん前にね、うん、ページワンっていう俺がやってるライブに出てもらってね、はい、そうですね一度結構前ですよねお邪魔さして結構前結構前あのー、それは森田がいるじゃない元エレファントジョンのはいこのガッテンのガッテンガッテン <laughs> 真空ジェシカが受け継いでるからねこれ青木田が相方が受け継がしてもらう完全に受け継いでるからね でまあいつもねこう「ページワン」っていうライブやっててどうしても俺の知り合いばっかりがゲストになってしまうからなんか生きのいい若手いないかっていう相談をした時に、はい、推薦してくれたのが真空ジェシカだったのなるほど森枝さんがそう人力者でいいって言ってくれたんですね真空ジェシカ面白いですよって言ってくれて<の>お誘いしてそれももう何年も前やもんね結構前だと思いますっていうことはさ、はい、完全に もうあの森枝の見る目が間違ってなかったってことだよね <laughs> いやありがたいです森,森枝さんは結構なんか、うん、今サッカーされててそうやな、うん、はいいろんなところでなんか名前出してくれたりするらしいんでうんはいうん。お世話になってますねひょっとしたら森枝の推薦で今あの決勝いったかもしれんもんね <laughs> そんな力持ってた <laughs> もっとこびておかなきゃダメだったな <laughs> すごい気楽に接しちゃってたな。<laughs> 気楽に <laughs> 気楽に受け継いでしまった。親戚のおじさんぐらいの感覚で <laughs> 気軽に接しちゃってたの。いや若手の頃から親戚のおじさん感あったよ。<laughs> いや確かにずっとそうかもしれないですね。<laughs> うん、<laughs> ほら結構コメントでも M1 グランボレ面白かったですよ。あ,あるじゃない。ありがとうございます。皆様。うん、M1 効果あった？いろいろ。いやでもそうですね。やっぱりワンゴ。うん あまあ、バイトもやめそのやめて見てる状態です、うん、今や <laughs> めれるようになったからやめたというよりはちょっとやめてみてどうだっていうお試し期間みたいな、うん、お試し期間そんなお試し期間初めて聞いたな <laughs> 今研修中ですバイトやめる研修中なんやなそうですそうなんやから研修してよければ卒業できる 感じ,じゃあやっぱりあの m 1のまあ決勝行ったりとかその辺の効果があってやっぱ仕事がババッと増えたりとか本当になんか今すごいいい具合ですね、うん、その全然忙しくはないんですけど、うん、でもまあバイトとかはできないぐらいのー、うん、いやーいいなーめっちゃ睡眠はできるんですけどまあちょこちょこ仕事もいただいているっていう、うん、いい塩梅の忙しさですね 芸人始めてからその,、はい、そのバイト辞める期間っていうのは、はい、あの初めて初めてです、うん、めっちゃうれしくないそれってめっちゃ嬉しいですなあちょっとまだドキドキなんですけど <laughs> <laughs> 給料はまだ入ってきてないんで <laughs> あそれあそっかだからちょっとラグが m 1以降のお仕事の給料が入るのがもうちょい先なんで、うん、今はめっちゃお金ないんですよでもさ人力車って 原因に対して愛があるのが。はい。ちゃんと翌月に給料くれんのよね。ああ、まあ。今もそう。どうなんでしょう。まあ、基本そうですね。そのテレビとかからいただいたものは、もう翌月にはもらえると思います。うん、こ、ま、前に聞いたのはね。はい。もう今知らんけど。はい。あの、今聞いたのは、その前に聞いたのは人力者って、あの、その月に仕事があると。はい。まだ、あの、取引先から。 あのお金が入ってなくても、はい、翌月一旦くれるっていうのを聞いたことがあってそれはないと思いますえ <laughs> そんなくなった <laughs> はいそんな驚きますそんな<や>多分ないと思うます俺俺前に聞いたのはさその人力車はそのほらやっぱり芸人っていうのは働いた分だけもらわなきゃ張りが出ないみたいなあの先代の社長かなっていうのの方針があってあ もうま、向こうからまだもらってなかろうが翌月に全部いったん払うみたいな肩代わりしてもっていうのを聞いててあれ違うんだなこれは翌月絶対ってことはないですね俺の知ってる人力車とはまた違うな <laughs> 前かもしれないですね <laughs> 先代の時代かもしれないですもしかしたらああそうかああじゃあもう言うことないなえ翌月の話で 無理です、<laughs> その翌月だとしても、僕、そんな話せる自信ないです。<laughs> <laughs> いや、今うめっちゃ良かったなと思って。あ嬉しいですね。うん,うん。その、なんかあ、ごめんな、俺がどの口で言うてんねんって話だけど、こう<え>もう台本というか、仕上がり方というか、もう、その隙のなさで言うたら、俺、一番やったんちゃうかなと思うけどね。どですかもう その辺はでももう相方が全部ネタは書いてくれてるんであそうなんやはいもう感謝っすね相方、うん、いやいやそうそうやって言えるのがすごいけどねいやと隣でびっくりするという作業をしてるだけなんで <laughs> <laughs> 何やったっけなあのウィキペディアかなんか見たらあの、役割的には何やったっけ嘆きかなんかあ僕は、うん、あのボケと嘆きみたいうよりは嘆き、うんうん、いやまあそうですねうん 嘆き担当なのまあ確かに、そのなんか、うん、足しいだろみたいな、縦、うん、だよみたいなことよりは、うんうん、うわー、やめてくれよみたいなことが多いんで、や <laughs> <laughs> る割合としては、<laughs> それで合ってるかもしれないですね。合ってんのか、そうかう。どこで知り合ったの、そもそも相方とは。相方とは、えーうん、大学時代ですね。あの<あ>お笑いサークル出身なんで もう最近増えたねそういう人ねそうですねうーんうあのアメトークでやるぐらいやもんなはい学生芸人やってる、ね、学生お笑いサークル芸人みたいな僕らはもうまあ別々の大学のお笑いサークル入ってて、うん、でお互い別のコンビ組んでてで大学3年生ぐらいの時に、うん、各々の相方同士は普通に就職するよっていうのでうん、うん、で僕と川北はまあ どううしようかみたいな感じで、レーにるかどうか迷ってて、川北はもう芸人になるって決めてたんで、僕に声かけてくれて、それで、僕はその時、うん、そのなんか、大学3年生で就活したいんで、就活しなきゃいけないなとは思ってて、うん、芸人でまさか自分がなれるとは思ってなかったんで。 で就職どうしようかなやりたいことなんかあるかなって考えた時に何もなくて、うん、で鏡見たら、うん、あの唯一自分が他の人と違うかもしれないって思ったのが眼鏡をかけていることだったんでそれで眼鏡会社就活してああびっくりしたそこ <laughs> はいしか僕アイデンティティ見つかんなくてえちょっと待っていや、はい、じゃあもう結構コンタクト全盛時代 <laughs> まあ、コンタクト全盛時代ですなんかなほら今ってさその眼鏡をねおしゃれでかける人とか増えたことないそうですね確かに伊達眼鏡とかは多いかい、まあ、コンタクトしてながらも、はい、こう、芸能人にかかわらず眼鏡とかで周りにいなかったね眼鏡、うん、の人そうですね周りにあんまりいなくて眼鏡、うん、をかけているということだけが特別だと思って眼鏡、うん、会社就活行ったら熱意が足りないって言われて全部怒ったんでなんで メガネ自分のアイデンティティ唯一のアイデンティティを否定されてるやんこんなのでもまあ僕はかけているっていうことしか分かってなかったんで <laughs> のことを何も知らなかったそうか眼鏡の知識が足らなかったのそうです、うん、でそのタイミングぐらいで、うん、まあその相方と組んだコンビで人力車に声をかけてもらってであれは何<あ>かの機会があったの例えばどっかのライブとかどっかのコンテストとかで人力車に声かけてもらったの あのー、学生ヒーローズっていう番組が<あ>結構前にテレ朝でやってた大学生が、うんうん、そのお笑い部門みたいのに出させてもらって、うん、でそのなんか大会学生芸人漫才大会みたいのがあってそれに出た時にマネージャーさんが見に来てくれてそれもええんよねだって眼鏡会社にひょっとしたら就職できてたらそれ出てないかもしれなんもんね、はい、そうですねその可能性はあります面白いな で、たまたまスパナペンチっていう当時のシューナー同期がいて1年目ぐらいから「ザマンザイの準決勝サーキットまで行ってるようなこういう天才がいてそいつらを人力車は引き抜きたかったんですよでもスパナペンチは養成所とか入らずに人力車入るってなかなかないんでちょっと暗かったんですスパナペンチもいきなり入れたらいじめられちゃうんじゃないか 優遇されて、うんうん、で話し相手とかがいないと困るっていうので横にいた僕らがスパナペンチの話し相手として人力車に入れてもらったんですよ。たま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 本当にマネージャーさんが見に来てくれた回が唯一スパナペンチに僕らが勝ってる回で回だけしかもかネタ勝負だったら絶対勝てないんですけどネタと大喜利勝負みたいなのがあって。うん かっこいいやんお僕ら2人とも大喜利好きだったんでわすごいねそれで勝ててスパナペンチの話し相手として人力車入れてもらってそこでずっとやらせてもらってるっていう感じですへえそうなんやまあなあのどこも養成所を始めてからさなかなか養成所をてから出ないとこう入出してくれへんっていうところ増えたもんね。 そうですね、多いですよね。まぁ、あ、ちょっと、大きい事務所とかだと。うん、だって、俺、まあ、2000年ちょっと前ぐらいでも、やっぱ、いろんな事務所に俺、まだ、事務所決まってないときとか出ましたときに、養成所やってるんで、そっち入ってくださいって言われること多かったもんね。ええ、ー。多かった、多かった。今なんか特にやろうし。MY さん、スパチャありがとうございます。ガクさんの声、いいですよねっていう。あ僕の声ファンの方いや、<れ>いると思うよ。うん、えー 結構漫才とかって、はい、やっぱりハイトーンのツッコミがさちょっと好まれるというかうそういう人の方がテンポ出しやすいやんかそうです、ね、でもガク君って結構ねこう、はい、ロートーンからず,ずいっといくもんねでもそうですねだから結構あんまりツッコミっぽくない声だと言われる、うん、嘆きと言われるゆえんかない、はい、通る声の方がいいじゃないですか確かにだから ずっとまあ損してるなぁとは思いつつでもなんとなくその僕っぽいツッコミがちょっとずつで,できてきているので、うん、それは本当によかったいや多分それはもうフォロワーが現れるよその、うん、あれちょっとそのツッコミ学軍っぽくないみたいなことを各地で言われる <laughs> ようになるんじゃないで結構でも小宮さんっぽい三四郎の小宮さんっぽいとかは言われてた時期はあって何年か、うん、ああまあ でもそれあれやろ弱々しくて眼鏡でっていうとこぐらいやろフランスも多分込みなのかすぐそういうことを言いたがるやつがいるからね <laughs> ポぽいとかはね言われるんですよ結構えー、どこの曲のどの作家それいや作家さんじゃないです <laughs> <laughs> ネットとかではいあネットとかでかはいそうなうの悪口引き出そうとするのやめてください <laughs> そういうことはしたくないおいすごいセンサーがすごいな敵は作りたくないまあ今一番テレビの人に好かれたいんだから、うん 疲れようと思ったらこの世界嫌われるんだからほ、ま、えー、うんむずそう何それそう何でか知らんけどテレビの人ってねいや別に疲れなくていいです映してくれなくていいですって言った方が映してくれるねええー、ってねあの金ちゃんが言ってたうわぁ、うん、そうかすごい,いな <laughs> あすごいね高学歴のようなチャットでもあるけど青学と慶応のコンビなんやそうですねすごいねうーん ももううそそれ普通やもんねですね今い,っぱい東京来て一番びっくりしたのは、うん、早稲田出身の芸人がめっちゃ多かったことにびっくりしたいやそうですねなんか<ー>多分言ってないだけで実は早稲田みたいな人とかもいっぱいいますから、ね、早稲田っていうこと言えへんやんまあその人力車出てたら大河原とかな <laughs> あいやそうですよね大河原さん、ね、大河原なんか全然高学歴っぽくないやんか いやそうそうそうみんなだからどっちかというと隠したがる人が多いですね、うん、今私話やっぱ頭いいって思われると鼻につくんじゃないかとか、うん、賢だけで楽しくってらみたいな風 <laughs> <laughs> に見られたくないんでそうなんや、はい、そんなつもりは全然自分たちじゃないからあんまりそう高学歴って言われすぎるのもどうなんだろうなっていうのもありますねちょっと。 またこれ、高学歴って言うにはな、ほらもう、東大、京大とかがいる時代やもんね。そう,そうなんですよ。いやー、そんななんか、クイズとか、うんうん、そういうのがいけるわけでもないんで。いやー、難しいな。そ,そのー、学生時代とか普通に勉強とかしてたってこと僕は、うん、あのー、中学、高校、大学と青学、エスカレーターなんですよ。だから、 最後にたたくさんん勉強したのが小6なんですよあすごいわそっから、まあ、学内のテストとかあれど受験勉強みたいなのはしてないんでまあその,そのまあクラスの中で落ちこぼれなければ上に上がれるっていうことね本当に下でなければ大丈夫なんでずっと僕はもう球大点だけを取り続けてきたんで<に>本当に賢くないんですよ逆に言うとさまあ、はい 俺なんかも、まあ、小学校の時にね中学受験してるやつ周りにいたよいたけど、うん、意味がわからなかったの俺, <laughs> 俺でも中学校って行けますよねほっといても、はい、あそこに行くんですよねやってる側の多分小学生も、うん、中学受験してる子も意味を分かってないですあんまりあ親に言われてっていうことはい自然ともうそうあなたは中学受験をするのよっていう言われてあそうなんだなって思ってやってるんできょ兄弟いるの お兄ちゃんいます。お兄ちゃんは中学受験したの。お兄ちゃんしました。同じとこ。いや、違うとこですね。あ、そうなんや。じゃあ、そういう家系やったんよ。ご両親が結構その教育家庭みたいな感じ。そうですね。そういう方針でしたね。あ、そう。はい。ちなみに中学校高校とかは、なんか部活とかやってたの。僕は高校は、うんうん、ハンドボール部。で、和合教授と一緒や。あ。<laughs> あ,<ん>あ,あ。<laughs> ピント景品よね。 <laughs> いやもちろん知ってますご存知ですそのいやそのあのなんか大場教授がハンドボール部やったことあ<ー>、うん、あそれは知らなかったですあと誰やろうなザブンクルの加藤とかもハンドボールしなかったかなあそれはなんかはいうん,うん、うん、そうハンドボールをやってて急に大学でお笑いサークル入るわけそうですね、うん、な,なんかあんまり僕高校中学と、うん、その 冴えないタイプだったんでいけてる感じではなかったんでああんか想像つく <laughs> いやそうですよね、うん、あんまそのクラスでワイワイしたりとかし、うん、てなかったんですよ<っ>で,でもほらハンドボール部って体育会系やんか言ったらはいでもそこでやっぱり体育会系ってどうしてもそこの部活の中でグループできたりとかなんかこうクラスの中で一目置かれたりとかってそういう感じでもなかったのもうハンドボール部の中でも,、うん、もう4軍ぐらいの むずいな。<laughs> うん、はい。もうベンチにも入れないぐらいの、もう運動僕マジでできなくて。あ運動神経はそんなにいい方じゃなかった、ね、うめちゃくちゃ悪いんですよ、運動神経。うんうん、だからなんか、うん、運動神経悪いのになぜか部活をやめないやつだとずっと思まれてて。ガッツはあるけどみたいな。そうそう、それだけを褒められて。<laughs> そうなんや。 あんまり試合には積極的に使われない方やったんそうです、なんかその、小学生とかで遊びで野球とかやるときに、本当に運動神経悪い子とかいると、みんなよりちょっと前からボール投げてくれるみたいな、ああいう感じの扱いをずっと受けて。優しさに包まれるタイプね。大丈夫って言われながら、3年間やってきて。 そういう感じだったんであんまりなんか芸人というかお笑いを、ま、人前でやったりとかすることはなくて<お>でもお笑い好きではあったんで<お>ち,ょちょっと大学で、うん、子供の時に見てたお笑い番組って何とか、はい、小学生の時とかは笑う犬とかまあエンタもそうですね、うん、でもそれこそオンバトもオンバトはい飛び石連休さんも見てました 出てましたよ、うん、<laughs> 私ゴールド・バトラーでさぞはいもうそ,それはそれは活躍されて恥ずかしいわ <laughs> あそうかはい、ね、あとはでも「笑いの金メダル」とか「うわー中学」とかぐらい「うん、お笑い登竜門」とかいやもう出していただいてた番組の名前がどんどん出てくる。<laughs> <laughs> うん その辺です、ね、あとでもうちピーとか,なかうう、うん。ああ、うちピー。はい。ああ、じゃあ本当にそうやな。そのエンタの神様は代表的なお笑いブームとかのこう流れを浴びた世代なんや。そうです、そうです。めちゃくちゃお笑いが流行ってる時代でした。でも、あれじゃないその、はい、大学に行く頃、あ、でもまだまだ,まだブームの頃かな。大学でお笑いサークル始める頃は。でも そのそそのろに学生やったとしたらその、はい、お笑いブーム終わってきたなっていう体感はきっとないよねあ<ー>子どもの時に浴びてるといでも大学時代はちょっとありましたねあ,あったんか新しい波のなんか番組あるじゃないですかめゃいい系があって、うん、跳ねる扉があってみたいな波走要はその次の波色とかでしょはいそうです、うん、それでその番組があんまり長く続かなかったりとか、うん がしたぐらいの時が大学生であのー、そんな最近膨らむスクラム膨らむスクラムそんな最近が大学時代ぐらい <laughs> うんそんな最近か, <laughs> かうん、はい、それであーとは思ってましたけど確かでもさ要はその大学出る時にメガネ会社就職しようとして失敗してはいまあお笑いを始めるわけじゃのはい でも、じゃあやっぱりどっかで芸人なりなれるかなり、なりたいなみたいな感じのがあったってことまあそうですね、なんか、うん、芸なんでも、楽したいっていうのが一番でかいですねその。考えたくない、何にも考えたくないからい、なれるものになろうっていうので、芸人にはなれるらしい、じゃあなりますっていうのでなりました僕はえー、だまだ芸人を志したことはないです。うん <laughs> え、じゃあ相方の方がどっちかというと誘ってきた感じなんかな。そうです。相方は結構それこそ芸人になりたくて、親を納得させるために慶王入ってみたいな。え、意味ちょっと意味わからないけど、俺俺子供いるけど、はい、今五歳と三歳けど、はい、もしも慶王入れて芸人になりたいって言ったら、はい、てめえこのやろ。って <laughs> 慶応はね、この野郎っつってなんかまあ潰しが効くじゃないですけど、慶、ま、応、あ、出たから、もし芸人がだめでも、その高卒でいきなり芸人になるよりはいやいい、うん、分かる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 う、うん、それは分かる、はい、ので、確か慶応に入ったんだと思います。あそう。はい、へえ。まあ、確かにね。 はいうん、まあもし何かあった時に、まあ、辞めてしまった時に大学出た方が実はこういう学歴ですで芸人の経験もありますって言ったりひょっとしたら次にいい方に転ぶかもしれんけど、はい、でまあ芸人辞めるつもりなくても親にはまあそういう感じで説明してというかいやー意味が分からんな <laughs> あでもまあな、はい、やっぱ東京来てから高学歴の人にいっぱい会うようになったからな、まあ、さっき言った大河原もそうやし はい。うん。まあうちで言うたらな、そのカモメンタルとか、あや小島よしよとかも早稲田やし。そうですよね。転がってんのよ。いっぱいいますね、確かに。うん。でもそれを誰もそこを肩書きにしないというか。誰も言ってないですよね。うちの同期とかでさ、はい、もうやめてるけど、京大出身とか、はいはいはい。上智大学出身とか、うん、で芸人も高学歴時代やみたいなことを、はい、なんかちょっと。 地方の新聞、大阪の新聞載ったりとかっていう時代があってんけど、今そんなことも言えへんもんね、別にわざわざ。ああ、まあでも、やっぱ言われちゃいますけどね、なんか僕らが番組とか出させてもらうってなると、M−1、うんうん、の時もそうでしたけど、ああ、なるほどね。あんま言いたくなくても、まあ、色があんまりないっていうのもあるんですけど、言いたくないって言いたいわ。 <laughs> 学歴が高いとか、高学歴が言いたくないって言いたい、<え>俺は。言いたくないですよ。<laughs> 出た、漫才の時のツッコミ <laughs>。やめてください。<laughs> 漫才の時って、やっぱりちょっと声作ってんのいや、作ってはないです。なんか、そううの、ん、の時はこの声になることです <laughs> <laughs> そうやな。はいへー やっぱでもその頃ってさ、学生のお笑いが盛んな頃でしょそうですねちょ、僕らぐらいから盛んになり始めたっていう感じです、ね。うん、それこそ、学生ヒーローズとかそういうのが、うん、始まったりして、ああ学生芸人っていう名前がついたのが、多分僕らぐらいからだと思います。それが何年ぐらいかわかる2000、えーうん 僕ら芸人になったのは2012年なんで2010年前後とか、ね、2012年はいいやもう俺の体感で言うと一昨年やでもうほんま10年前ですよあそうはいいやもうほんとなんちょっとね語弊があるかもしれんけどはいもう我々の世代とかでちょっと学生でお笑いやってるっていうとちょっと逆にバカにされるみたいなええー 要はお笑いごっこでしょみたいなあーななあるるほどなるほどど、うん、んな大体10俺は22行かないけど、はい、19ぐらいから入ったやつも大体高卒で入ってくるやつが多かったから、はい、ちょっとなんか大学でお笑いやってる人って軽くバカにされたりとか<ー>、うん、そっから入ってきたいと俺の周りではいなくてなるほどそうなのそうやので<も>だからも<う>アメトークとかで はいはい、あのー、要はその学生お笑いサークル芸人みたいな感じでやってるのをびっくりしたの、えー、もう時代が全然違うと思って <laughs> 言っていいんだもう,うそ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 うでしかもレベルが高いじゃない、うん、ものすごく高いじゃないみんなしっかりで面白いしでもそ当時そのカモメンタルさんとか、うんうん、あのー、小島よしおさんとか、うん、和芸っていうサ、うんね、ークルで学生時代やってそっから芸人になったじゃないですか のわげとかはどういうい感じだったんですかでもねそれはね、はい、まあ俺が始めた頃から言うと10年ぐらい違うのよねああそうかそうかうん10年ぐらい違うからあ、はい、こういう大学から始めた人がこうやって入ってくる時代にちょっとなりつつあんのかなと思ったなるほど時代変わったんだぐらいでで10年ぐらい経ってそっからあでもそういうふうにまあエリコミックとかもそうじゃないああそうですねナイスとかもはいまあ別にエリキと俺は10年も違えへんけど でもそこから20年経って、あもうそこはもう本当に、要は、大学出たりとか、社会人出たりとかして、プロ野球になる人が即戦力みたいな感じの扱いになってるんやなって思ったね。うん、はい。ありがとう。うオアシズさんとかも。<あ>かオハシズさんってそうやったんや。お笑いサークル、寄選演芸研究会、出身だったような。そうなんや。確か。はい、その頃は結構ね多分学生の頃から、はい お笑いライブ出たりとかやったんじゃないかな。よくブッチャーさんとかに名前聞いてたもんね。オロオロたな,なんかだから俺はその学生で、ほら、相方とさ、はい、違う大学やったんでしょはい、そうです。でも要は、あるじゃない、その大学の中できっと、俺は想像やけど、はい、あそこの大学のあいつ面白いらしいぜとか、ああ、あります、ね。あいつ大喜利強いよとか、あいつツッコミうまいよとかっていう話があるんでしょめっちゃありますね。なんかそういうい話あの すワクワクするよね <laughs> ワクワクしますあの憧れるというかあ<ー>なんかほら要は高校野球であんまりその世に出てないけど「うん、あそこのバッターすごいよ」とかそういうノリでしょはい、はい、あの高校にすごいピッチャーいるらしいみたいな、うんうん、まだあいつもう周りがあんまりうまくないから勝ってないけどあいつすごいぜとかさ <laughs> あでも、まあ、なんかそういうノリでしょなんかそういうのってすごいいいよねそそうですねなんかその、うん 各大学のサークルのエースみたいなやつが、うん、ほんと各大学一人ずつぐらい集まってユニットでライブやる。うわー、めっちゃいいなみたいな。<laughs> 僕はでも一回もそういうのに、ね、選ばれたことなかったんで、そう,のそういうのは、はい、羨ましいなとかは思ってましたね。相方はどうなの相方は一目置かれてた存在いや、一目置かれてました。相方はそれこそそういうの入ってたと思います。<laughs> あ、ほんといや、俺もそんなん知らんかったけど、アメトークでそれ見たときに、はい あお互いの存在を知ってて、うん、そういうのがあるんだみたいなのを聞いたときにあいいなと思ったの <laughs> ありますね。多大ののんかお笑いサークルのライブを見に行って偵察してみたいな。<ー>すごい一年入ってきたぞみたいなとかもあります。<笑><笑>すごい一年とかあったんや。ありますあります。<laughs> まあ同世代とか上とか下とかで例えばそ,そういう有名な人とかいたのいるの今もやってるような。えー僕うん 年齢が、芸歴上なんで先輩扱いしてるんですけど、学年が同級生で、花子の岡部さんやって、岡部さんは前のコンビで、絵柄は原っていうコンビだったんですけど、早稲田のサークルで、もう1年生ぐらいの時に、渡辺の学生芸人向けの大会で優勝して、すぐ養成所特待生で入って、そこからもうプロとしてやってたんで。 元学生芸人なんですけどあんまりその時は面識なくてうわすごい人いるんだなと思ってて、はあそう、はい、かっこいいねもうね別の、ま、コンビを解散しましたけど花子でキングオブコント優勝して,て花子で優勝したのも早いもんねそうですねあすごいなそういう青春時代を俺は送りたかったよ <laughs> いやまあ青春ではありましためっちゃお笑いして時代は<な>はいまあ俺も大学時代に一応の落語研究会はあってんけどはいはい見に行ったこともなかったなあチケンとかにも別に入ってはなかったんすか入ってない俺はあの軽音楽サークルにいたから <laughs> え軽音やってたんですかあのバンドとかやってたなどっちかというと何をやってたんですかギターを 誰の曲とか誰のまあレッド・ゼッペリンとは藤井<ああ> <laughs> ページっていうのはレッド・ゼッペリンっていうあ,あ,あのイーディスのバンドのギタリストのジミー・ページっていうところからごめんなさい勝手にもらっててあ,あじゃあもうめちゃくちゃ音楽も好きなんですね、うん、おおそうやなハードロックとか好きでごめんなちょっとあんま興味ないかもしれんけどまあはい興味はない,ないですけど正直やな <laughs> 嘘ついてもねあれうそういうとこ好きやで、はい、<laughs> ありがとうございます <laughs> すごい。だって、やっぱり、ガク君が出れたらいつも以上の視聴者がいるから嬉しいよ。ありがとう。そうですか。ありがとうございます。いやもう、m 1効果っね。うん、<laughs> いや、いいな。このままバイトを逃げ切れるといいよね。逃げ切りたい。<laughs> <laughs> いや、俺もそうやのよ。その、はい、それこそガク君が見てたような、はい、オンエアバトルとか、笑いの金メダルとか、そうやってちょこちょこ出してもらってた時代になんとかバイトを抜け出して、 もう今ガク君が入った時で人力車って西新宿あいやギリギリ東高円寺でした東高円寺のファミリーマートで俺バイトしてたのあえー、そうなんですかモスバーガーの横のあ,あモスバーガーの横の公園の隣のそうそうあそこあそこで俺ずっとバイトしてたの俺えー、あそこが最後にバイトしたところあそうなんですね結構来てくれたよなんか夜中までさ あの単独ライブの打ち合わせとかしてる人力の芸人とかが<ー>それこそキングオブコメディーが2人で「あごめんキングオブコメディーって言ったらあかんねんけがだめなんだよ」。ほんまにちょっとちょっと覗きに来てくれたりとか、はい、なんかそういうのがあったりとかであってもうずっとバイト辞めたいと思ってて、はい、でなんとかこうギリ収入が上回って辞めてから。 なんとか今ずーっとバイトの怨念から逃げてるところ今 <laughs>、うん、ずーっとお前バイトしようお前バイトしようって言われながら逃げてるところといや僕も逃げ切りたいですね、うん、このままいや逃げ切ってほしいよ<ー>意地でもはい意地でも霜降り明星も同世代っていう質問来てるけどどう霜降り明星さんは一級上だと思います、うん、あでもほぼほぼ同世代だなそうですね世代的には同じぐらいかもしれないですね 粗品くんって同志社なんや。あそうですね、粗品くんすごいな。<laughs> もうみんな普通に。そんなことも別に言えへんもんね。ねはい。それを高学歴とも言えへんし。全、ま、く言わないです、ね。まあ、どうしたら言うたら、うちで言うたらカズレーザーとかもそうやけど。そうですね、カズさんも。さっきちょっとさ、ちょっとウィキペディア見ててんけど、はい、ガコくんは何妖怪も詳しいの僕、妖怪好きです。 ちょっとスパチャもらってサイドアタックさんからガクさん、はい、マジカルラブリーを尊敬してるっていつぐらいからですかっていうあそうなんですよ僕、うん、高校時代にマジカルラブリーさんをたまたまテレビでえ高校時代はいっていうことはもう十何年前ってことそうですなんか「うん、エンタの神様」の深夜に「エンタの天使」やってたやってたうんやってた「うん、エンタの神様に」に 出れるかかどうかみたいなあるある、あの要はオーディションとかトライアウトを兼ねた若手番組あったよね、はい、エンターの電子店に。1回、1> うん、多分マジカルラブリーさんがまだ、うん、あのガリガリタンクトップの時代に出られててで、それを見て、うわ、めちゃくちゃ面白い人いんなと思って、無限大ホールとかた、やり、うん、単独行ったりとかしてて。あっ、そうなんや。はい で、大学入ってからも僕はさ、うん、なんか組んだコンビで、うん、もうマジラブさんのパクリみたいな僕がもう無表情で変なことをずっと言い,言い続けるみたいなえっ野田君役はい野田さんのことをやってた時期もあるんですよ <laughs> 憧れすぎてあそうだからはいマジラブさんに憧れて僕は芸人になりましたはいあ,あの芸人になってからマジカルラブリーと会った はいそれこそ最近結構マジカルクリエイターズっていうマジラブ番組ちょいちょい出させてもらったりしてるんで、うん、じゃあ言った言ったいや言ってないです怖くてなんで言ってよいやなんか1回だけ芸歴多分一12年目ぐらいの時に事務所ライブにゲストにマジラブさんが来られた時に中 MC でそういう話をしたことがあるんですよ 年目とかぐらいだったんで<う>ちゃんとうまく絡めてもないですし向こうも多分覚えてないだろうなとは思うんですけど回、うんはい、そこで言っちゃった分なんかもう一回言うの恥ずかしくてあーまあなでもでも今言うと「はい、実はそのライブの中 MC で絡んだ時に言ったことあるんですよ」って言ったらそれはあ,あーってなるかもしれないよでもなんかもうそういうんじゃない感じの顔をしていたいですね。<laughs> <laughs> そ分かるその恥ずかしい感じちょっと分かるよねよりなんか近づくために言わない方がいいんじゃないかってい,、うん、いやむずいなより近づくためにそれも付き合いたい思考やんそれそう,そうですねアイドルのファンっていざ目の前にしたら言わない言わない方が仲良くなれるんじゃないかと思うもんね <laughs> そうそうアイドルファンって言っちゃったらファンとアイドルの関係になっちゃうんじゃないかみたいないやお笑い好きやねんな それこそさ、はい、あのザ・マミーの酒井君とか、はい、オンエアバトルが大好きであ<ー>その毎回その、はい、出た点数をつけてて集計とか勝手に取っててみたいな。らしいですね 1>, で1回オンエアバトルが、まあ、復活スペシャルみたいなのあったんはい,はい,、はい。1>, <て>1回特番でやった時特番でそれオンエアで使われてないんやけど、まあ、その時の MC が高カトで,で俺は審査員席にいて。はははいはい、はい はい、ダマミギとか、おエアのこと見てたのって言ったら、見てましたって、酒井が言って、誰が好きだったのって言ったら、僕、その時は飛び石連休さんが出てくるのが楽しみでっていうのを言ってくれて、はい、めちゃくちゃ嬉しかったんけど、はい、あいつ結構仕事増えてから、そのこと全然言ってくれへんねんから、<laughs> これはもう問題やなと思って。キングオブコント準優勝したらもう,らもう全然そんなこと、もう飛び石連休の楽しみも言ってくれへんよ。<laughs> っ<て>全く。 ででもそうです酒、ね、井は確かめちゃくちゃ好きなんですよね。うん、言ってた言ってたお笑いマニアで。いやでもそういう人、周り結構いますよ。音場とも見て点数とか全部つけてたみたいな。本当なんか熱くなったもん、酒井は <laughs> その学校でちょっといじめられたけど、<laughs> はいはい、毎週のオンエアバトルが楽しみでもう頑張ってたみたいなことを言ったときに、ちょっと俺、あちょっとやっててよかったなと思ったもんね。いや本当にそうですよ に救われてた子供たちはたくさんいますって、ね、<laughs> みたいで <laughs> 救われてたんかないますめちゃくちゃ <laughs> ほんま、うん、やっててよかったよほんとおんばとのオタクから芸人になってるみたいな人は多いと思います終わりだと薩摩川 RPG とかはほんとにオンバと全部点数とか書いてみたいなタイプええー あと僕仲いい太田プロのさすらいラビーの宇野っていうやつとかもなんかノートつけてたって言ってました、ね、そういうさすらいラビーとか、はい、サスマカワ君とかも全然会ったこと何回もあるけど、はい、俺と会った時も眉一つ動かしてくれへん <laughs> いや絶対みんな興奮してますしいしいな心の内ではでもやっぱプロ意識 <laughs> うわ奥行きがあるあそのうちで どうぞあのこれゴールドバトラーの盾ですこれ。<laughs> すごっ本物のあるんすねすげえあ,あるよあるよ <laughs> 持ち帰れるんだちゃんとあくれたくれたえーうん、内心興奮はしてると思いますいややっぱりちょっと震えたよね、はい、そのー自分はさまだ若手やし若いつもりでいるけど小学校の時にオンエアバトル見てましたって言われたら小 <laughs> もう一回言ってくれるっ <laughs> 俺一回聞くもんね。一回聞くもん。中学でしょっていう。<laughs> <laughs> <あ>中学でしょいてないか。小学校じゃないでしょって言ったら。いや、小学校です。って。びっくりしたの低学年の子もいて。それこそティモンディの高岸君とかが、<ー>なんか、小学校の時に見てましたとかって。いや、小学校の時に親バトル見ないでしょって言ったら、お兄ちゃんがいてどうのって言われて。 うん、そうやなってそうですよ、僕とかも小学生の時でしたし。いやだから、それこそ、まあ,あの、ガク君が出た m 1とかね、はい、その辺とか見たらさ、もう、我々が m 1受けてて、純潔とか行ってた頃とかと、全然レベルがやっぱ違うもんね。そういうのを子供の時に見て、さらに踏まえて、ネタを作ってる人たちやから、もうネタのレベルが全然違うもんね。 確かなんかよりんか競技っぽくなったりとんと思う。もう1秒を計算するような時代になってきてるから。俺はもう見て笑うしかないよね。んか多分 m 1の最後の方とか1回終わった時の2010年とかの方がすごい計算された m 1用のネタみたいな。最近ももうそれ 通り越してて次ぐらいに行ってるそうやなもう3週4週目ぐらい入ってるんじゃないかみたいなライブとか寄せとか、はい、そういうところはそこまで大きくは変わってへんけど m 1とかキングオブコントとかに関して言ったらどんどん進化していってる感じがするから、ねうん、今の若手のこと大変やなと思う。 どうしたらいいかはよくわかんないですよだか,だからその M1 を目指してとか M1、はい、で例えば何回戦行けへんかったからとか出れなくなったからとかで辞める人たちがいるんやなとか思うなそうなんでしょうね、うんうん、こんなこと言ってもしょうがないけどその例えば学君がじゃああの M1 ラストイヤーですってなって翌年とか優勝できなかったりしたら翌年とかから続ける モチベーションは保てるのどういやー、考えたくない今。今のモチベーションは何なの,そのやっぱり M1? いや、まあもちろん M1、うん。もちろんねい。ある以上はね。はい。あと何年ぐらい出るのあと5年ぐらい出れる。ああ、結構いけるね。うん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 。まあもちろんそうですね。M1 勝ちたいっていうのもあり。うん、うんうん。で、まあちょっとずつそのテレビのチャンスも今いただいているところ。うん,うん。 うん、テレビいっぱい出たいっていうのがいいですね、うんうん、ああそうなんやもちろんネタもやり続けたいですけどいやそのねやっぱりテレビに出たいってわれわれの世代はやっぱ思うねん今でも思うしはい、はい、テレビに出たいなって思うねんけどやっぱりこうそのテレビの陣通力というか、はい、今テレビがナンバーワンっていう人は減ってきてんのかなって思ってて勝手にああまあ 確かに減ってきてはいるかもしれない。なうん、YouTube とかでもできちゃったりとか、ねそうやんな。YouTube で発信しようと思ったら発信できるし、はい、そこの有名人にもなれるし、はい、でもやっぱりテレビに出たいっていう気持ちがやっぱガックンは大きいんはあ,ありますね。あそう。それやっぱ子供の時にやっぱり見てたからかな。はい、そうですねあとは、うん、なんか僕はやりたいことが本当これがやりたいっていうのはないんで。<laughs> 逆にその <laughs> ないのはいそれを探しているというか、うん、全部やってみたいんですよこのようにあるものちょっと待ってくれ、はい、一瞬待ってかっこいいな <laughs> そうだからテレビとか出れば<う>いろんなとこ連れてってもらったりできない体験いっぱいできるそうやんな、はいまだにそれテレビにはあるからなそうなんですよだから YouTube って自分発信だよな そうどっか行ったりとかするけどテレビってさ、はい、えー、なんでこんなことやるんすかみたいなさ、はい、あるもんねそうです、うん、なんでそういうのでほんとなんか全部をやりたいっていうテレビとかいっぱい出てっていうのが有名かもしんない,ですいやー面白いなあそうなんや、はい、でも学校ぐらいの世代までかもねテレビに憧れを持ってる人っていうのはああそうなんですか、ね、ひょっとしたらその下ぐらいからはまあ まあ、極端な話になるけど、うちの子供とかは、特にテレビとか見ないもんね、YouTube とか、Netflix とか、Amazon プライムとか。へえ<ー>、だから、<laughs> 何曜日の何時にこの番組があるっていうのは、多分まだピンときてないのよ。YouTube とかってさ、その有名な、例えば、いろいろテレビ番組とかの中に、ヒカキンがいたりとか、ヒカキンの横におすすめで、 俺の顔をってたりとか <laughs> こうしたりするわけやから <laughs>、はい、ほんならその辺の境目があやふやになってくるのが今後もっとね広がってくるかもしれんからさ、ね、ひょっとしたらそうやね,うだね俺はもちろんテレビっ子やからテレビに大好きやけどガク、はい、君より下になってくるとひょっとしたらそういうところがなくなってくるかもねそうですね僕は本当ト、うん、YouTube とか流行りだしたのは大学生とか以降なんでだから 僕らより下は本当、もしかしたらテレビより、ね。大学のとき YouTube もあったっちゃあったちょっとずつ流行り出して、うん、多分大学卒業して芸人になったぐらいで YouTuber、うん、まあヒカキンさんとかが有名になったぐらいの感じだった気がします。ひょっとしたらあるんじゃないその、例えば大学とかで芸人にはなってないけど YouTube で有名になってる人とか。めっちゃいます。あっめっちゃ。<laughs> <laughs> 僕の同じサークル。 の後輩で、ミスタマリボンドっていうやつがいて。うんうん、おお、<laughs> 俺でも知ってる、有名な人。<laughs> はい。僕がでも卒業した年に、僕のいたサークルに入ってきて、でもその当時は学生芸人やってて、僕もちょいちょいなんか飲み会とか一緒になったりしてたんですけど、気づいたら大学生のうちに YouTube 始めて、一気に人気になって、もう YouTuber やってみたいな。めちゃくちゃ有名な人や。はい。か、そう。同級生でも、 オルタナチャンネルっていうユーチューバーがいて、それいつらもまあまあ登録者数を y ユーチューバーとしてやってて、それは薩摩川 RPG がいるサークルの学生芸人、結構いますね、ユーチューバーになってるみたいな人は周りに。青学やろ学校青学って、お笑いサークルとかって何個かあったのいや、お笑いサークルと、1> 1<個>まあ、オチ研って感じ、うん、ああ、なるほどね。 でもやっぱり今後増えてくるかもねその大学の中で何校があるみたいなはいはいはいああ、うん、増えてくるかもしれないですひょっとしたらあれやあのオチ研と漫才サークルとコントサークルとかがあるかもね確かにまあ大学に早稲田とかは、うん、いっぱいありますサークルがそうなんやはいオチ研あって寄セ園芸研究会っていう部活みたいなしっかりしたのがあって、うん、花子さんとかニャンコスターアンゴラ村長輩出した ルードっていうサークルがあって。排出したっていうんやな。<laughs> かっこええ。<laughs> お<う>フワちゃんがちょっとだけいたポップ3っていうサークルがあって。フワちゃんがなうん。<laughs> 早稲田はもうめちゃくちゃ乱立してますね。いや、おもろいななんかそういう青春もあるんやな、今なそうですね。だから芸人になりたいけどちょっと自信ないみたいな人が大学入ってお笑いサークルをまずやってみて試すとか、うん、そういうのもあります、ねうんうん、あ、ほんま、はい なそれでちょっと立ち打ちできへんかったら俺はここでやめようみたいな感じになったりすんのかなはいでもその経験がその就活に生きてテレビ局入ったりとか <laughs> こういうのもある<く>そソ <laughs> <laughs> ええなだからそのお笑いサークル出身でテレビ局入ってるみたいなやつもいっぱいいるんで<あ>その辺もやりやりすい今後な、はい、まあ今後というかもうあったかもしれないけど君が例えば、はい、テレビ局行った時に実はどこどこの大学の にいましたとか、はい、で優遇,優遇じゃないけどでもなんかこう熱いつながりになったりするかもしれんもんねそうです結構なんか企画会議でまあそのちゃんと僕らのネタを見てもらってですけど名前出しといたよとか言ってくれたりとかあったりするんでいやーなんかええー、な <laughs> <laughs> そういうなんか横のつながりみたいな芸人以外にもできるんでいいですホンマうわー なんか新たな青春が生まれてるなぁ。うん。そうなんや。はい。なんかそういう道もあるとは思います。これから、なんか芸人になるかどうか考えてる人とかは。そうね。まあ、もともとやっぱりあれやろうな。まあ、エンタの神様とか、そういう、わらの金メダルとか、ブームがあったからこそ、そこがね、こう、熱い感じになったのもあるんかもしれんけどね。しかしたらそうかもしれないですね。うん、ちょうどその世代で。ちょうううどそういう こう小学校中学校の時にお笑いを見てた人たちが自分たちもやりたいみたいになったかもしれんもんね。そうなだ。あでもまあ俺もそうやもんな天然素材っていう、はい、その雨上がり決死隊さんとかナインティナインさんとかがいたい藤原さんとかがいたいユニットが大学の時に見てて、えー、でも年齢的には変われへんから、はい、めっちゃええやんと思ったのがあったから。 入ったのもあったから、それの延長なんやろうな。このなんか循環ですね。そう,そう、そうやな。で、飛び石連休さんとかを見てた世代が今僕らぐらいになっていらっしゃい。<laughs> もう経歴10年目です <laughs> 僕らも。はい、え、1> <laughs> 昔<の>1年？1> 昔の M1 だったらでももうラストイヤーぐらいの。くそう若いな。<laughs> そうかー。 でも俺も27年からそんな変われへんよね。うん、27なんですね。<laughs> <laughs> 年齢の数字ですもん。<laughs> 今何歳やったっけ僕,ら僕は31です。わー、若い。あすごい。読む読むこさん。 お笑い目指したい子供たちに聞かせたい有益なお話が聞けました。ありがとうございます。なんと高額なスパチャがありがとうございます。<laughs> 青イルカさんもスパチャくれて、9様に出て難問にうろたえるガクさんを見てみたいっていう。<laughs> なんかそういうさ、やっぱり青学とかあったら、クイズ番組とかのオファーけえへんのいや、でもこの,この間クイズ番組1個出させて収録行かしてもらいましたね。でも、全然できないっすね。もう今さ はいまあ、お笑い m 1とかがそういう競技みたいになってるようにクイズ番組もちょっとしたなんかスポーツみたいになってるもんねそうですねそれ,、うん、それ用の勉強が必要みたいな感じは<う>多分ある例えば同じ一つの知識にしても、はい、ちゃんと問題の出し方一つで答えが変わってくるみたいなさそこをさちょっと自分の中で知っとかなっていうスポーツになってるもんなマジのそうですねクイズ研究部みたいな。うん あるもんね、高校生クイズとかはほんと多分そんな感じですよね、うん、やっぱり青学と慶応とかだったらやっぱそういうところのオファーあるやろうなとは思うでもそういうのクイズの勉強とかなんか雑学とかそういうのは全くしたことないんで、うん、めっちゃ苦手ではあります、ね、妖怪以外に何が好きなんかぐちゃん僕は、うんま、漫画あ<っ>その普通の漫画もそうですしエロ漫画が好きエロ漫画のお仕事みたいなちょっとエロ漫画ってどういう 例えば、はい、配信切ってからこの話したいな <laughs> <laughs> まあヌーベーとかもそうなんです、ね、ヌーベーもな、はい、ヌーベーなんか今のこのご時世絶対載せられへんもんねちょっとこういう話はまた今度に <laughs> <laughs> はいまたお願いしますありがとうねえいやいやいやこちらこそいやめっちゃ面白かったな本当ですか<今> <laughs> 俺は、はい、これはもう人によって話が違うけど、うん、ここ最近の m 1って一回決勝戦を経験した人じゃないと、うん、優勝しにくいんじゃないかなって勝手に思ってるああそうなんですかまあ錦鯉もそうやったやんか、はい、その前のマジカルラブリーとかもそうやったしそうですね。 それを踏まえた上で1年間何かしら自分の中でブラッシュアップするものがあってその次の決勝に備えて戦うっていうことができないとそ、はい、したら決勝優勝できないんじゃないかなっていうような大会になったんじゃないかなと勝手に思っててなるほどで真空ジェシカが今回決勝戦を体感して、はい、でまたそれを踏まえた上で 次の戦い方を考えるっていうのが俺絶対あると思わねんな真空ジェシカとかあとモグライダーとかもそうやけどあそう確かに今年も一発なんかそうですね、うん、勝負の年な感じはしてますね、うんうん、でもまあまあまだ若いっちゃ若いけどねま,あまだチャンスは何回かあるんで、うんうん、今回2匹鯉が決勝に出てきたことがびっくりしたから いやそうですよね、めちゃくちゃもうテレビ出まくって、ネタも多分そんなに舞台立ってない、ね、ああいうね、西行為みたいなタイプって、要は、そのお祭り用意みたいな感じの、はい、い今までの感じでいうと、2年連続決勝に行くようなスタイルとして見られてなかったもんね。そうですね、うん、それが、あ今回もちゃんと決勝にきたっていうのは、それはやっぱり準決勝でな。 結果残してとこやから。受けてましたから。はい。尊敬聞くし。これは来年あるで。頑張ります。<laughs> <laughs> もちろん、もちろん期待してるよ。頑張っていけない。うん、<laughs> あれこの声聞いたことあるこの声出すたびに反応しないでください。嘆きの、いや俺好きやねん俺。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうね。 うん、ありがとうございます。というわけで、今回のゲストは、真空ジェシカのガックンでした。どうもありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。いやー、めっちゃ面白かったね。やっぱり、お笑いを始めた時代がこんなにも、やっぱ20年も違うからね。20年言い過ぎか。15年ぐらい違うからさ。ね、始めた動機だとか、モチベーションだとか、違うっていうのも楽しかったし、そんな二人がこうやってね、話させてもらえるっていうのも楽しかったし。 よかったらチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。あと、すみません、あの雑ボケ大喜利っていうチャンネルをやっててね、その全然もう全、全然、全然、登録者数が増えないんですよ。もしよかったらあの登録だけでも通知オフにしてもらって全然結構なんで、登録だけでもしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。